はいどうも、サオでございます。本日ね、やっとデスチャー配信されましたので、まずは序盤の進め方。まあこれは当たり前のことなので、飛ばしてもらっても構わないんですけど、序盤やるべきことをちゃちゃっとまとめます。でね、リセマルおすすめキャラとか、序盤おすすめキャラはまあ明日出すかな。で、リセマルの効率の良い方法は、僕のサブチャンから上がってますので、そちらご覧ください。それではやっていきましょう。まず当たり前ですが、リセマラで、キャラを入手しましょう。で、これはね、まあ、今回は適当に話すんですけど、まあ、とりあえずピックアップされているイブと、フレイどちらか、プラス、事前登録の星5、ガチャチケで、まあ、適当なモンスターじゃないキャラを当ててもらえればいいかなって思ってます。詳しくは明日動画上げます。で、リセマラ終了したら一気にストーリーを進めてください。レベル10が目安です。で、ちなみに、このストーリー進める際に、ちょっとレベル、ランク上げはどこがいいのかって話になると思うんですけど、1の8の1がね、いいらしいですね。まあ、これは、まあ、噂なので、参考程度の1の8の1です。で、プレイヤーレベルがね、上がっていくと、まあ、7レベルで夜の世界、10レベルでデビルランブル。これアリーナです。で、レベル14でアンダーグラウンドが解放されます。まあ、ここまで見ていただければいいです。で、アンダーグラウンドは武器とか装備を、入手する、ダンジョン的な何かになってる模様ですね。はい。まあ、あとはね、バトルシステムの解説なんですけど、まあ、とりあえずノーマルスキル。これタップスキルです。で、通常攻撃と間違ってる人いると思うんですけど、自動で出てる通常攻撃は、ノーマルスキルじゃなくて、タップすると出るのがノーマルスキルです。で、次にスライドスキル。で、スライドスキルは、まあ、若干ノーマルより強くて、まあ、ドライブスキルのゲージがね、まあ、ここで溜まっていきます。で、ドライブスキル溜まると、今度はフィーバーゲージ溜まるって感じですね。で、ドライブは基本的に必殺技だと思っていいです。で、フィーバータイムは、まあ、一気に攻撃。これ長押しすることで一気に攻撃できます。連打しなくて大丈夫です。デビルフェスター。これね、毎日更新されていくんですけど、まあ、日またいでも前の日の、ミッション達成できるの、これ3000個。クリスタル3000個なので、これをね、目安に進めていくのが一番いいかな。まあ、ここまで説明したんですけど、結局これを目安に見て、ミッションをこなしつつ、進んでいくといいかなって思ってます。それではね、細かいところの解説いきましょう。デスティニーチャイルドはですね、まずはね、ゴールド不足がやばいので、ゴールドを、稼がないといけない、常に。これなぜかというと、スキルレベルを上げる必要があるからですね。まあ、ここでね、何レベルも上げることできるんで、どんどんゴールドが、積み重なっていって、まあ、カツカツになっていくので、ゴールドはね、積極的に貯めていくことが必要になります。で、次にね、必要なのがオニキス。で、オニキスなんだって話になる。なるんですけど、まあ、絆ボード解放に必要なアイテムになってます。で、この絆ボードっていうのは本当にレベル上げと同じぐらい必要なもので、まあ、ステータスとか衣装とかが、ゲットできるので、まあ、絆解放は必ず行って、絆解放してレベル上げて、進化して、スキルレベル上げた状態が、まあ、マックスに育成された状態ですね。で、さらにそこから装備。っていうのがあります。で、キャラの装備は、さっき言ったアンダーグラウンドか、ガチャ。まあ、ガチャ引くべきではないと若干思ってますが、まあ、基本的にアンダーグラウンドか、まあ、ガチャ、召喚券、武器召喚券で手に入るって形になるかなって思ってます。で、キャラが、まあ、装備する武器を、またそこで強化できるんですよ。で、これオプションとか色々あるらしいんですけど、まあ、詳しくは今後僕が詳しくなったらあげようかなって思ってます。まあ、なので、武器をね、強化することで、またさらにキャラの戦力が上がると。まあ、ここまでやってキャラがね、いい感じに育つってわけですね。まあ、行き詰まったらこの辺意識してやってみるといいかなって思ってます。で、リセマラの効率の良い方法は、概要欄の下の動画から上がっているので、まあ、それと合わせて1セットの動画かなって思っているので、引き続きそちらの動画ね、見てみてください。ご視聴ありがとうございます。